よう、やったな。やっと昇格だぜ。見てみろよ。しかしローストリートってだだっ広いよな。一体どんだけのトガ人がここで生活してるんだろうな。壁に書かれた数字は区画を示してるんだってさ。自分の独房がある区画くらいはしっかり覚えといた方がいいぜ。おっと、ちょっと待った。俺これからモザイク街に行くんだ。やっとシャバに出れるぜ。お前も一緒に行こうぜ。何遠慮すんなって、案内してやるよ。じゃあエレベーターの前で待ってるからさ、お前も早く来いよな。初めて独房街に出たトガ人に注意事項があります。パノプティコン内は広大です。現在位置を把握したいときはフィールドマップを使用してください。また通知履歴を使用すれば今までに受けた通知を再確認することができます。変わってないな、ここは。あ、俺このモザイク街で育ったんだ。よう、お前ら。
ここにいるってことは無事上位高度取得講習を乗り越えられたようだな。当然、あの程度の試験楽勝だっつーの。そいつは頼もしい限りだな。外の世界へようこそ。と言ってもマティアスは初めてじゃなかったな。もっとモザイク街のことなら俺に任せときな。って言ってもザッカーとガソリンくらいしか紹介できるもんもないんだけどさ。あそこにあるのがザッカーだよ。御社ポイントと引き換えにボランティアに必要な武器やアイテムを買うことができるんだ。店長のおっちゃんはちょっと怖いけどな。あっちがガソリン、まあ飲食店だね。あそこのソフトクリームはマジおすすめだぜ。俺なんかもう全部の味コンプリートしてるからな。あそこの店長とは仲良くしておくといい。この先いろいろと世話になるだろうか。おっと、どうやら客人のようだ。ちょっといいかい。あんたウーベだろ。ちょっと困ってることがあってね。ボランティアを出してやってもいいよ。第二コードからこうしてシビリアンからボランティアを受けることもできるようになる。こういうのは習うより慣れろだ。早速相談に乗ってやるといい。僕はウーベに用事があったんだけどね。まあいいよ、ボランティアを受けてくれるなら。じゃ、さっさと片付けてきてくれ。んだよ、さっきから偉そうにしやがって。こっちはお前の頼み事を聞いてやろうと。アーティアス、やめておけ。こいつらに反発しても何もいいことはない。さすがはウーベ、よくわかってるじゃないか。それじゃ頼んだよ。ボランティアはもう申請できるからね。嫌なやつだ。ユリアンとは大違いだな。ユリアン。ああ、上位高度取得講師で救出したシビリアンさ。助けてくれてありがとうってわざわざ俺の独房までお礼に来たんだ。お前のところにも来たんじゃないか。律儀なやつだよな。まあシビリアンにもいろいろなやつがいるってことか。ああ、トガビトと同じようにな。さ、さっきのボランティアを申請しよう。わかった。で、今度倒す敵は俺たちと同じトガビトってわけ？トガビト同士で争い合うなんてな、この世界じゃ当然のことだ。いやか？どう戦うか選ぶのはお前の唯一の自由だ。よく考えてボランティアを申請しろ。いい。 PT 上層部はどうせ俺たちのことなんか使い捨ての駒くらいにしか思ってないんだろうな。ふざけやがって。いつか必ず見返してやる。そろそろだな。準備はいいか？
本ボランティアの目的は逃げ遅れたシビリアンの回収です。規定時間内にシビリアンを護送機に搬送してください。現地では敵対勢力によるシビリアンの回収が予想されます。勢力よりも早くシビリアンを確保して護送機まで搬送してください。のんびり行こうよ。気を引き締めていけ。今回の標的は同じトガ人だ。物陰や頭上からの攻撃に気をつけろよ。敵がシビリアンを出し護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。どうしてこい。くらえや。カインヘルススキャン実行。バイタルの低下を確認。回復を提案します。護送機にシビリアンを搬送してください。敵がシビリアンをダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。敵がシビリアンをダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。了解しました。護送機にシビリアンを搬送してください。指示を続行できなくなりました。基本行動に移行します。敵がシビリアンをダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。両シビリアンの搬送を開始します。護送機にシビリアンを搬送してください。急ぎなさい。護送機にシビリアンを搬送してください。友軍がシビリアンの奪還に成功しました。奪還すべきシビリアンはあと2人です。新たな奪還すべきシビリアンがまだ残っています。奪還すべきシビリアンはあと1人です。指示を続行できなくなりました。基本行動に移行します。食い止める。行くぜ。敵がシビリアンをダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。敵が
シビリアンを奪取。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。了解しました。シビリアンの搬送を開始します。なんとしても敵がシビリアンを奪取。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。まだ俺は敵がシビリアンを奪取。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。敵にシビリアンを略奪されました。よく戦ったな。ボランティア成功だ。なんかずっと気張ってて余計に疲れたぜ。よしお前ら、この後はガソリンで縮小会だ。ボランティアは成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。今日は俺のおごりだ。好きなだけ食っていいぞ。お、マジかよ。じゃあおっちゃん、とりあえずエンナと一つな。今日だけは特別だ。さ、遠慮なく食え。おっちゃん、合成モロキューちょうだい。ああ、マティアス、お前はちょっと控えろよ。あ、なんか言った？やめてくれ。ねえ、なんか言われるとケツがむずがゆくなる。ただ今日自分で決めた覚悟と自由という名の選択の意味だけは心に刻んでおけ。おっちゃん、次は人工炭酸水をお願い。他の新人に比べればよくやってる方だぞ。お前たちならいいところまで行けるかもな。第二行動にいる間は要求されるボランティアもそう難しくない。今のうちに少しずつ慣れていくことだな。もうエンナと追加で。そうか、まだ紹介していなかったな。どう紹介していったものか。いっそのことここで歓迎会を開くってのはどうだい。ニーナ、来
来てたのか。なかなかみんなで集まれる機会も少ないんだ。パーッとやったらいいじゃないか。なるほど、悪くない提案かもしれないな。みんなの結束力を深めるいい機会にもなりそうだ。いいだろ、俺の方で準備を進めておこう。おっちゃん、エンナとまだ来てないんだけど。ねえマティアス、お前はちょっと食いすぎだ。はい、今日はこれぐらいでお開きにしよう。お前たちは独房に戻れ。そうそう、ローストリート関係の権利解放がまだなら、今回得たポイントで解放しておいた方がいいぞ。不便だからな。